メインストーリーをやっていこうと思います。光の橋がなんか山にあるって言ってたっけ。でファロースがまだ行ったことないからここに行こうと思うんだけど、すごく山っぽいから入り口あるのかな。前にまあ気になって近づく、おみんな、ね、これかファロース、ファロース教会、教会なの。はい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 、ここがセイファイト教発祥の地、ファロースさんの教会。ああなるほどね、ステンドグラスのこと。キラ、荘厳な曲だね。創造神セイファートが降臨する様子が描かれている。圧倒されますな。不倫辞念してる。炎症時間の豆知識、うん、活力が奨励術を使用することで変動するのは知ってるよね。へえ。それじゃあ活力が多いほど奨励術の炎症時間が短くなるのは知ってた。活力が10の時には奨励術が使えるけど、この時に奨励術召喚術を使用すると活力が低下するから気をつけてね。活力って何、私他のキャラ使ってないからな。なんでやろうと思わないんだろう。奨励活力、これか、下のやつ。なるほど。あ、あ、いやい。教会。ああ。まあ確かに、行く前に補充しとくのはあり、売りのあり。新完成店、風化が進んでボロボロ。あー、ラシオアンの村長さんが本棚に忍ばせてたやつか。ファロースさんの山上から空に向かって光の帯が伸びていくのを見た。何十年も前の話か。それが光の橋？てかここ映ってるんだ、ステンドグラス。すごいな。プレイヤーにもどんなステンドグラスなのか見られるっていう。セイファートとは何でしょうか。創造神。そうです、セイファートはこの世界とこの世界に存在する全てのものを生み出した神の名。セイファートリングとは何でしょうか。空に浮いてる輪っかだよね。木星みたいな感じって勝手に思ってるけど。そうです、セイファートリングは空に浮かびセレスティアから私たちを守ってくれてるのです。セイファートは今どこにいるでしょうか。これは難しい質問ですね。どこかで生きてる。そうです、セイファートは2000年前インフィリアを守るために最後の技を使ってしまったのです。その時世界は虹色に染まったと言われています。なるほど、あなたはセイファートを信じますか。ここでいいえって言うほど面の皮は厚くないな。セイファートは破壊神ネレイドからインフィリアを守るために自らを犠牲にしました。破壊神ネレイド、なるほどな。ありがとうございます。なんだなんだなんだ。お、かわいい人形。え、そうなの、リットそう思うの。触らないで。触ってほしくないものはこんなところに置いちゃダメだよ。呪いの儀式に使う人形。あ、そうなんだ。それはじゃあ触らないでな。かわいいんだけどな、そこまで執着するぐらい。そういう最近風呂入ってねえな。聞き捨てならんな。どうもこんにちは。あなたの心の中にどんな精霊が住んでいるのかお調べいたしましょうか。ほい、いかがだったでしょうか。今のがわしでした。あ、でもなんか昔さ100の質問とかってよくあったじゃん。質問、ああいうの答えるのアンケート系好きなんだよね。だからまあ楽しかったかな今の。休んでいく？ちょっと待って。
え、調べられないの部屋。ちょっと待ってね。先行ったらなんて言われるの？教会で休んでいこうよ。オッケー。じゃあ休みまーす。メルディ。うん。ん？ん？かわいい。セレスティアってどんなとこなの？インフェリアよりとてもだいぶ暗い。風はとても吹かない。けど寒いの。ああ。最初のムービーの時がセレスティアだと思うんだけど、確かに暗かったもんね。夜なんだと思ってたけど。あといっぱい機械はあるよ。機械？インフェリアよりも技術が進んでいるとでも言うつもりか？ありえない話だ。キールってさ、なんか探求心はあるのに一回否定するよね。本当だよ。まあいいさ、行けばわかる。本当にセレスティアへ着けば何もかもわかるさ。お前ら本当にセレスティアに行くつもりなのか？リット行かんの？リット行かないの？ね、ゾシモスの話を聞いたろ。バリルって男は光の橋を渡ったきり帰ってこなかったんだぜ。でもメルディはインフェリアに来れたんだし、なんとかなるんじゃないの？うん、行ける行ける。守備よくセレスティアに行けたとしてもだ、全くの未知の世界なんだぞ。何が起きるか分かんないんだぞ。だから行ってみたいんだろうが。だお前らの頭には不安とか用心って言葉はねえのか。リット、一緒で行こう。とっても必要だよ。おやすみ。どうなるかな。寝るの早っ。リット来てくれないのかな。どうなるんだろうね。リットどのぐらい不安なんだろう。子供の絵本シリーズセイファート物語。あ、はい、娘さん。あ、ファラのこと。治癒の力で多くの傷を癒してきた。うん、めっちゃ助かってる。いつも主は天よりあなたの行いを常にご覧になっておいでです。あなたには新たな神の技が授けられるでしょう。へえ、改正子ありがとう。え、そんな目利きができるとかやりよる。改正子、範囲回復とか。あ、戦闘不能。はあ、でも50ってなかなかだな。あんまり使わないかもね。ライフボトル、まあ、15個までしか持ってないからね。頭上痛注意。おー、レイホーファロース、すごい。これ当時見たらめっちゃ感動しない？当時ってリアルタイムにプレイしたらね。いや今も感動してるけど。すごいね、いいね。体力か。いやー、てか超人にはキールだけでなく。じゃあ出発。わーすげー、曲かっこいいね。あ、これ木か。すごい。どんな敵、まあ鳥出てくるよね。牛、ああいるよねこういうのね。なんだ、うわあ、ぶだあぶだあ。え、待って、左宝箱あったんだけど。マジ？本当に今左宝箱あったんだけど。え、これ左行けてたんかな。私なんか思わずまっすぐ行っちゃったんだけどな。あ、ファラいないの？マジ？
フィールがすごい。落ちちゃったの、そのまんま。どうなんだろう。起きない。何、走馬灯やめて。アリシヒのラッシュアン。キールはなんだ。いやだ、寂しい、やだ、こういうの。レイス、あ、なんかレイス気づいてたよね、ファラのなんかに。行けるんだ。なんだ、いる、もしかして。ん火星岩。小霊石の成分が渦巻き状の文様を描いている。そのすごく珍しい型で、僕も実物を見るのは初めて。なるほど。え、どこいた？本当にレイスいたんだ。レイスはなんでこんなところに。偶然ね。よかった。何度も来てるんだ。へえ。それならよかった。よかったね、リット。怪しいか怪しくないかで言ったら怪しいけど、でもとりあえず助けてくれたしね。とりあえずは信用しようかな。うん。レイスとファラ視点。ああ。いや、すごい高いところから落ちたんだったら怪我とか平気なんかね。なぜ君はそこまでするのか。君は優秀な格闘家だ。そして個人の損得を超えて世界の行く末を案じる姿勢も立派だと思う。だが君は一般人なのだ。君の言う通り、大精霊の力でグランドフォールが防げるとしたら、それは王国がやるべき仕事だ。君が関わるべきことではない。でもその王国がこんな感じだから、自分たちの足で何とかしようとしてるんだよね。信じてもらえなかった。そのために王国を敵に回し、挙句命を落とすことになっても構わないと。命を落とす気はないんだけど、みんなが幸せになってくれるんだったらそれが一番いいことだもんか。あら、変ではないんだけど、そこまでできる人間ってなかなかいないからね。いや、ファラ立派だと思うよ。まあそういうのと無鉄砲は違うってよく言うかもしんないけどさ。うわー、待って、すげえな、力が 10% 上昇するって。魔人レンガ弾って強いやつだっけ。避け方がわからん。よっ、焚き火ポイント。この3人か、何話すんだろう。今までファラが取り戻ってくれたようなもんだしね。何黙りこくってんだよ。
なぜ用もないのに喋らなきゃならないんだ。心配してやってんだよ。バテてんじゃねえかって。余計なお世話だ。だいたいお前だってバラがいなくなってから妙に無口じゃないか。そうだよ、リットはずっと無口。一応に迫られないとあんまり喋らんタイプかね。関係ねえよ。まあでも不安すぎて誰かが喋ってないと落ち着かんのかね。あのレイズとかいう男、美形だったな。そういう話する？ああ、そうだな。物腰も落ち着いていて、立ち来る前に気品がある。バラみたいな跳ねっ返りには大人の考え方ができる男が必要なのかもしれないな。え、これってキールって分かって言ってんの？意地悪なの？なんで俺の顔見て言うんだよ。リットはどうしてとても怒るのか、ね、どうしてとても怒るんだろうね。子供には分かりませんね。別に怒ってねえって。キールがさっきから、あーもうめっちゃ怒ってんね。僕は事実を述べただけだ。ファラだってもう17歳だからな。異性に対する恋愛感情、まあもううるせんだよ。ボイスを音割れしてんぞ。やっぱり怒ってるね。怒ってるね、怖いね。おばちゃんはニヤニヤですよ。みんな、え、ここ休憩ポイントなんで出んの？魔人戦列派レアスラット。え、珍しい、戻ってキャンプしてもスキット出ない。まあ急ぎたいよね。またレイス・ファラシテン。あのセレスティア人に君たちが出会ったのは偶然だったのかい？偶然じゃない？乗り物は大爆発するし、最初は言葉さえ通じないしね。信じたっていうよりは困ってたから助けてあげたぐらいの感じじゃない？メルディを信じるのに理由がなければダメなの。この時代のキャラクターはそういうこと言うんだね。あのファイファンナインのジタンも言ってたじゃん。不用意に人を信ずればいずれ手痛い仕打ちを受けることになる。かといって誰も信じることができなければ人は生きていくことさえできないだろう。深い。人を信じるとはそういうことだ。レイスもなんか経験してきて言ってんのかな。レイスは誰かを信じてる。私の母。私がまだ幼い頃に他界してしまったが、スキッと出会ったね。レイスのお母さんってどんな人だったの？教えてほしいな。素晴らしい人だった。へえ、自分のお母さんをそう言えるって素敵なことだね。いや、すまない。くだらない話をしてしまったな。先を急ごう。くだらなくないと思うけどね。なんか、いつか話してくれるかな。どんな人かもわかんないもんね。私、商人っていうの信じてないもん、そもそも。なんかロープが見える。大変そう。何用のロープなの、これ。ここに来たものの残したロープね。え、クイッキーって崖登れる系？そこって言ったら周りを調べて、頑張れって言ったらなんとか上に登ってな。どういうこと？行けって言ったらジャンプ。は？どういうこと？え、わしが分かってらんよ。え？え、どこに向かって左？もう一回言ってほしいな。頑張れ、行け。そこじゃないな。頑張れかな。あー違う、行け。行けがジャンプ？かわいい。そこ。帰ってきたけど。じゃあ右行ってみよう。頑張れ。ちょっと、なんて言ってたか。あの録画止めて見てくるわ。自分の動画を見返してきました。そこが周りを見る、頑張れが上に登る、池がジャンプ。
頑張りなのか。あ、いや、頑張りが無理だったんだよね。そこ。右じゃないのかな。あー、ジャンプ。これは、いけ。なるほど。カットするね。あ、これで全部じゃない?なるほど。ウィキありがとう。ん?頂上来た?ね、いなきゃ困る。でも、一目で見れただけでもよかったね。じゃないと上まで登ってこれないでしょ。よかった、合流できた。お久しぶり。またまたリッド。ちゃんとしてんね、キール。本当にちゃんとしてんね。レイズはすっごいフィブリル持ってる。そうなるともういよいよ4人パーティー以上になっちゃうけど。あ、そうなんだ。へえ、ありがとう。はーい、ありがとう。本当に惜しいな、フィブリル。ソーサラーリングにするんじゃない、こういうのは。光より絵師力を我に示せ、さすれば天への道は開かれん。じゃあソーサラーリングがないと現れないんだね。今日のプレイはここまでにしよう。よし、じゃあソーサラーリングを当てて中に入ろう。石室?おお、なんか石碑みたいなのがあるよ。ソーサラーリングを当てて、あ、クルーメルケージが光り出した。共鳴してる?あ、なんか、三属性の門かなんか目の前にある ?1、2、3で石碑に手を触れる。オッケー。1、2、3! ほい!なんだ?やだ、メルディは光の溶けちゃう。あの記録?おお、ウンディーネとイフリートとシルフ。お、光の精霊出たじゃん。光の端に袋はない。え、帰れないっていうこと?行きだけっていうこと?異世界へと渡らんとするその意志によもやためらいなどあるまいな。帰れないって言われるとなかなか選択は難しいですね。特にリットはそうでしょう。もちろん決心はついてます。さすがファラだな。キールも帰れなくなっていいの?僕たちのに光の橋をお与えください。袋はないってそういうことじゃない?これが光の橋。光そのもの。なんか転移かなんかするんかね。バリルの残した研究記録にはそう記述されてた。ああ、そうなんだ。ね、メルディーは帰れ。なんだと?その先へ進ませるわけにはいかない?何、邪魔すんの、レイス。王族レイスって。王国騎士ルエインさんが今遠出してるんだよね。王国騎士としてセレスティアが強い力を持つことを看過できない。あー、ルエインさんなんだ。なるほどね。私の名はレイシス。レイシス、略してたのか。インフェリア王国元老騎士レイシス・ルエインだ。ここで出てきたか、ルエインさん。なるほどね。王族と思ってたけど騎士だったんだな。あ、怪しいやつだと思ってたけど、あの名高い元老騎士だったとはね。なるほど、お国のためか。名前が売れてることにかけてはお互い様だろ。反逆者キーリツアイウェル。噛みすぎた。反逆者、あ、そっか。
え、じゃあスパイなんじゃなくって反逆者なんだ、国の。天文台で何やらかしたの？光の端に関するバリルの研究気力をもらい燃やした？自分の頭にだけ叩き込んでな。マジ？やるね、キール。王立天文台に残ったのそのためだったの？え、なんか疑ってごめん。本当に本当にこのさやかが変に勘ぐって疑って本当にごめんなさい。ちょっと土下座します、キールに向かって。本当にごめんなさい。人によってはニヤニヤ見てたかもしんないけど。リース、俺たちのことずっとつけてたんだな。結果的にはそうなったが厳密には違う。あ、これコンパスキー。私は王から預かったこのセイファートキーに導かれて旅をしていた。へー、王様のあれだったんだね。なんか嫌がらせかなんかでいなくなってたんかと思った。ルエインさん、建国以来国宝として城に保管されているコンパスキーがあると何かで読んだことがある。へー、数ヶ月前から何らかの方向を示し始めた。それで調査してこいって命を受けたんか。なるほどね。あー、なるほどね。その絵で私たちと出会うようになったんだ。君たちがやろうとしてることは王国の平和を脅かしており、そのことをセイファートキーが我々に警告している。まあそうとも考えられるかもね、そっちサイドだったら。私たちがセレスティアに行くのはグランドホールを止めるため、インフェリアを守るためでもある。そうよね、一応ね。そのことに関しては、あー、なるほどな。私が信じるのは王の言葉、君たちじゃないか。なるほどな。ファラのその残念だよレイスって悪役が言う言葉なんよな。そこをどいてくれないなら無理にでも行かせてもらう。わー、ファラの意志固いな。あ、戦うんだレイスと。おー、ちょっと待って。うわ、なんでその技、そんなの持ってました。あ、そうだ、スペクタクル使おう。ほい、うん、待って待って、4408。TP が少ないのからちょっと今のうちに使っておこう。なんで回復してこなかったのか。待って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 、いきなり来るね。めっちゃやってくるじゃん。ちょっと待って、いった逃げる。わ、めっちゃ追ってくるやん、めっちゃ追ってくるやん。ウンディーネ、いいね。回復もしてくれる。え、120しか食らってないよ。全然ガードしてんのにガード判定になってない。妖装襲撃。直近でやったのがアライズだからすごい。待って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 、大丈夫か。そこは回復してあげた方が良さそうだな。うわー、めっちゃ強っ。どうもこんにちは。あなたの心の中にどんな症例が住んでいるのかお調べいたしましょうか。ほい。これからたくさん質問しますが、建前や理想ではなく直感に本心でお答えください。なるほど、これ私へのあれってことか、性格診断みたいな話ね。建前や理想じゃなく直感ね。理屈っぽいと指摘されることが終わりですか。あんまり人から理屈っぽいねって言われることなくない。褒め言葉ではないもんね。本心、いやー、どうだろうな。ポケッとしてるって思われてるんじゃないかな。
でもどうだろう、実況だと結構語るからな。はい、またなんか深く考えてる。いいえにしよう。ない。いいえ。今日しなくていいことを明日に回されますか。はい。早い。今日の、じゃない。自分の行いを振り返り、きちんと反省されますか。反省。時と場合によるけどね。基本は反省するかな。反省っていうより後悔の方が近いかもしんないけど。どんな場に出てもそれほど動じない方ですか。そうですね。感情の波はない方ですか。でもあるっていうほどないけどな。ない方かな。はい。目には目を、歯には歯をという言葉に共感なさいますか。まあするっちゃするかな。なんとかなるさと楽観視して最後に慌てることが多いですか。はい。たとえ賛同者がいなくても自分の価値観を信じますか。もうこれは 100% そうですね。見ててもらえば分かるけど、本当に何だろうな。でも自分が同意しないと進まないからな、いろんなことがね。私は完全にこれだな。自分の価値観信じる。喜劇より悲劇に惹かれますか。これもまた難しいな。本心。直感の本心。でもそこまでではないな。いいえかな。辛かった過去の出来事を頻繁に思い出してしまう方。あーそうかもな。わりかし後悔人間なんで。丸暗記せず意味を理解してから覚えますか。時と場合によるけどね。でも漢字とかは意味知った方が覚えやすいよね。はいにしとくか。感性の点で凡人とは一線を隠してる自信が終わりですか。でもよく感受性が高いって褒められてんのか。みんなどう思ってんの私のこと。いやでもそうじゃないとこんなにギャーギャー言いながら実況プレイはできません。はい。発想力には自信が終わりですか。発想力か。どうかな。妄想力はあんまない方なんだよな。発想力、でも自分の得意分野っていうかだったらわりかしあれやってみようかなっていうのはあるから、ないよりはあるんかな。はい。自分を慕う者のことはしっかり守ってあげられますか。私愛されるより愛したい側なんで。なんだろうな、しっかり。あーまあでも完全に何も思われてない人よりは慕ってくれた方が守ってあげたいなって思ったりはするんかな。はい、はいかな。昨日の自分より一歩でも前進していたいと願いますか。何にも考えてないかな。でもまあ昨日の自分は超えていきたいかね。はい。場が盛り上がっていたら加わるよりその様子を観察していたいですか。はい。衝突するくらいなら相手の意見に同意なさいますか。そうね。なんだろう、なんか分かり合おうとしないので私は人と。その人にはその人の考えがあると思ってるから、自分の意見を言って固執するよりも、うんそうだねってその場しのぎにしちゃうかな。はい。常に何かに心を動かされていたいと願われますか。これ難しいよね。これこそ時と場合によるんだけど、私あんまり平凡が一番だと思ってて、そうリッドと同じで平凡が一番と思ってるからさ、あんまり心を動かされたくないんだよね。そう、ネトゲとかのアプデに一喜一憂できない人なんだよね。そう、なんか疲れちゃうんだよね、なんか心動くと。だからいい家かな。世の中の流れは止められないと大思いですか。そうですね。たとえ傷つくことになっても自分の進む道は譲りませんか。難しいなこれ。素直に答えるって難しくない。たとえ傷つくことになっても自分の進む道は譲らない。
いやーどうかな、傷つくことになっても自分がだよね。ものによるなけど痛いのは嫌だないいえ、その場にいる全員を楽しませたいと気を使われますか。全員は無理じゃない、私結構現実的だから、自分が嫌いな人は嫌いだし、楽しんでくれる人は楽しんでくれるかと思うけど、全員は絶対無理だと思う。唐揚げだって嫌いな人いるんだよということで、いいえ、芸術と呼ばれる分野で自分を表現なさりたいですか。あー、表現なさりたいっていうあれはおかしいけど、まあでもゼロから1を生み出すようなことは知ってるから、どっちかっていうとはいなのかな。好奇心の赴くままに何にでも挑戦されますか。何にでもではないな、赴くままか。でもまあ興味があることは何でも積極的にやるかな多分。直感に頼る出たとこ勝負はお嫌いですか。私基本的に今めっちゃ考えてるけど基本的には直感で選んだ方が後悔が少ないような気がするから、一瞬これがいいなって考えて、でもなっていろいろ考えて逆のパターンになったかもしれなるかもしれないけど、それでも一番最初の選択に戻ることが多いかな。いいえ、怒ってるのに気づかれないことが多いですか。そこまで人と関わらないなえ、どうなんだろう。でもあんまり、てか基本的にあんまり怒らない何かに期待するから怒りって湧くんじゃん、そうじゃないのにとか。期待してないからなそれはそれでっていう話なんよね。うーん、どうなんだろうな、本当にあんまり怒んないな、怒んないし人と関わらないな、どうしようかな。怒ってるね、まあでも気づかれ、うん、外には出さないようにするかな。自分の不機嫌を外に出すのがあんまり好きじゃないんで、自分の中で消化しがちっていう点で、はいにします。切羽詰まると思考が停止してしまわれますか。これも大いにありますね思考停止して自分が何してるか分かんなくなるタイプですね。はい。自分が先頭に立ってみんなを引っ張っていくことが多いですか。ないと思うけど、引っ張れって言ったら引っ張れる、誰か頼れる人がいるんだったら完全に頼っちゃうタイプだな。でも多いかって言うとそうではないから家にしようかな。今ある自分のままでもそれなりに満足しておられますか。これはそうですね、いつだって今の自分が一番楽しいですね。感情は間を置いてから現れる方ですか間を置いてからってなんだろうな、一瞬考えるってこと、その出来事の後にハッってなるってこと。いやでも実況動画は瞬発力じゃないそういう話じゃない。あ、そう、いいえで同じ作業の繰り返しには満足できませんか。私はリピーターなんで同じ作業は全然できますね。我慢できる、できる、いいえ、我慢できませんか、いいえ。他人より自分に厳しい方ですか。で、どっちも厳しいと思う。でもどっちかっていうと自分なのかな、自分かもな。はい。誤りを見つけると黙っていられない方ですか。あ、私放置しちゃうな、そこまで親切じゃないいいえ、付き合いで自分の時間が削られるのは我慢できませんか。うわー、これめっ、正直に言っていい、私はこれははいだわ完全にハイだな。え、でもね、その、なんだろうな、それをよしやしない。だってそう生きてきたらデメリットもあるからさあ、まあでもしょうがないよね、それが自分の性格だしはい。他人に失礼のない態度を心がけておいでですか。まあそれはそうか。見知らぬ人の多い賑やかな場所に行くのは億劫ですか。そうですね、
他人を笑わせたりすることは苦手ですか？得意な人、あえて得意っていう人おる？勝手に笑っててって感じかな。なんだろうな、別に人を笑わせようと思って笑わせにかかることないかな。はいかな。無理するくらいならほどほどのところで手を打たれますか？これはそうだな。なんだろうな、なんかやって無駄だったことが嫌だからさ、このぐらいかなって思ったらそこでやめちゃうかもな。はい、エコひいきは良くないことだと思います。ここね、これ見てる人おる？もうなんか15分ぐらい喋ってない？エコひいきは良くない、良くないこと、でもしょうがなくない？だって人には好みがあるんだもん。でしょうがないと思う。自分が対象じゃなかったとしても対象になれなかった自分の努力が足りないと思う。それがね、まあ運命だったりしょうがないことだったりするかもしれないけど、でもそれでも自分、人に強制することはできないかな。エコひいきはあるよ。いいえ、いざこざが起きてる場所には近寄りませんか？そうですね、あえて火の中には入らないから。はい、ね、いつまで続くの？大抵の人と話し合わせる自信がおありですか？話を合わせるか難しいな。なんかなあ、でも二人っきりって考えるとあんまり自分がこうなんだよって意見は言わないかな。自信ってなんだ？聞き方。はい、規則のある集団に属すのは苦手ですか？そうでもない、私はルールがあるとそれにのっとれる人というか、ルールがあるって楽じゃない？いいえ、辻褄の合わないことは納得できませんか？あー、そうね、そうかもな。なんか矛盾してるけど、これ気になるところは気になるな。はい、いい加減な人を見ると腹立たしくなりますか？いい加減な人か、腹立たしくはなっても、まあその人に言わないけどね。いい加減な人を見てると腹立たしいか、なんか、そう思うと同時に冷めた目で見ちゃうな。ああ、こういう人なんだって。まあでも感情が動かないっていうよりは動くから、はいなのかな。些細なことで傷ついてしまうことが終わりですか？かもな、かもかもな。すごいね、いっぱいあるね。強そうな相手にもひるまず意思を伝えることができますか？社長に物申す的なやつ？あ、黙っちゃうかな、めんどくさいから。いいえ、計画を立てるときはまず時間配分に気を配りますか？考えてもできないこと多いからな、家にしようかな。周りが自分を理解してくれないようにお感じですか？なるほど、なんか質問が若いよね。なんでみんな分かってくれないんだって感じはないかな。理解してもらおうと思ってないもんな。いいえかな。白黒はっきりしないと気が収まりませんか？いや別にいいんじゃない？知らんけど。辛いことがあってもすぐに忘れる方ですか？忘れられんな、わしは。他人を当てにするのはあまり好きではありませんか？好きじゃないね。他人ほど当てにならないものはないよね。自分でやるのが一番だし、なんだろうな、本当に良くないかもしれないけど人に期待してないんだよな。はい、一人で過ごされる時間が必要ですか？もうこれ 100% そうじゃない、 200% そうだよ。自分の中できちんと考えがまとまってから行動に移されますか？いや結構行き当たりばったり、真新しいものを見るととりあえず試たく
試したくなりますか？そうね。人の集まる華やかな場所がお好きですか？いいえ。単調な作業も義務とあれば繰り返せますか？はい。自分のことをごく平凡な人間だと思われますか？いや、私結構変わってると思う。自分の思う通りにならないとやる気が失われてしまいますか？難しいな。他人に対してはそうじゃないけど、自分がこうしたいのになって思った時に自分ができなかったら悔しいかもな。はい。他人の目は気にしない方ですか？はい。誰とでもすぐに仲良くなれる方ですか？誰とでも。私社交性はあんまない。コミュニケーション能力低いからな。でも努力はできるっていうか、なんかそれなりにできると思うけど、誰にでもすぐに仲良くできるは相手次第でもあるよね。いいかな。感情的になりがちな自分が実は心地よかったりしますか？すごい質問だね。心地いいか。まあでも多少はそう思ってないと実況プレイ動画ってできないのかな。範囲にしとくか。あなたの心に住む精霊は水の精霊ウンリーネです。どういう感じでそうなったの？仲間からおっとりした人と 見られることが多くないですか？え、みんなそう思ってる？おっとりした人、ざわ。それはあなたの聞き上手で落ち着いた物腰が仲間に安らぎを与えている証拠ですわ。へえ、まあでも話し上手よりは聞き上手かな。先頭に立って引っ張ることは少ないでしょうが、仲間がまとまる上でなくてはならない潤滑油、それがあなたですわ。へえ。うん、納得。ミットそのまんまだよ。以上です。あなたの中の症例と仲良くしてくださいね。いかがだったでしょうか。今のがわしでした。